はい、こんにちは、村尾聡です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、音読指導を少し深掘りしていこうと思います。先日ですね、ある学校へ校内研の講師で呼んでいただいた時の動画を少し配信しましたが、まあ今回も音読についてね、少し詳しくお話したいと思います。音読のさせ方もいろいろあると思うんですが、私はまあある程度子供たちが読み慣れたなっていう段階でですね、一人一人一文ずつ教材を読ませていくっていうことがあります。まあいわゆるリレー読みというやつですね。二人立って一人が読み終わったら座って次の人が読んで、でその間に3人目が立って待ってるという、まあ、スタイルでやっていくわけですけども、この時に子供がつっかえることありますね。まあ、何か読んでる時に自分の文をね読み間違えることありますよね。でそんな時どういうふうに指導してるかということなんですね。一文読んでる時に読みにくいところがあって言い間違えた場合に、その箇所だけをもう一度読み直させる先生はよくいるんですよ。だけども先生がその子が読み間違えたところをもう一度言ってあげて、でその子もそれを聞いてもう一回言い直して一文を終えるのが多いと思うんですね。でもそこでね終わっちゃいけないんですね。じゃあもう一回今の文読んでごらんっていうふうに再挑戦させなきゃいけないんですよ。失敗して先生に言われたところだけを言い直して、で言い終わって終わりだと、その子はその一文読めたことになってないわけですよね。でこれは国語の名人のね、野口芳弘先生がそういうふうにおっしゃっていた指導法なんですね。必ず引っかかっちゃったら、まあ引っかかったところを読み方を教えるのは当然ですけども、最後はもう一度その一文に挑戦させて綺麗に読めるようになったら、合格っていうふうにしてあげるといいっていうことなんですね。まあその子が学ぶいいチャンスなわけですから、そこでちゃんと読めるようにしてあげるというね、それは素晴らしいなというふうに私若い頃野口先生の本を読んでですね思いましたね。でそれ以来私もそういうふうに指導してきました。で最近はですね、それに加えて発達性ディスレクシアの問題があるわけですね。これも私吉田隆先生から教えていただいたんですが、結局その子供が引っかかる理由にもいくつかあってね、読む練習が少ないから引っかかっちゃってる場合と、あともう一つはその言葉を語彙として全く持ってない場合に引っかかるっていうんですね。でそれはどういうことかと言いますと、自分が知らない言葉ってうまく読めないじゃないですか。これどう読んでいいのかわからないみたいな。でそこで引っかかるっていうんですね。ですので、それは先生がこうやって読むんだよってもう一回読み方を教えて、そしてでその子がその通り読んでみてもですね、結局その子に語彙は増えないんですね。その言葉の意味は分かってないわけですから。ですから先生はその時にその子が読みの練習が足りなくてね引っかかってるのか、そうじゃなくて言葉の意味そのものが分からなくて引っかかってるのかっていうところをね見極めなきゃいけないらしいんですよ。この見極めは難しいなとは思うんですけども、じゃあどうすればいいのかということなんですが、その場合にはその言葉の意味をそこで教えてあげればいいんですね。難しい言葉が出てきたら、これはこれはこういう意味なんだよって、でそうしてもう一回読ませるわけですね。まあ、そうすることによって語彙が増えるわけですよ。発達性ディスレクシアのお子さんは要するにですね、文字とその音ですね、音ですね、それが結びつきにくいんですよね。なので読むときにとにかく文字を音にするのにもう力を使い果たしちゃって、そこから先の理解とか解釈が非常に難しくなるということなんですね。まあその結果ですね、学力がまあ実際のねその子の能力とは別に、やっぱ学力が今のテスト形式ですときちっと反映されなくなり、そして自尊心を失っていくというね、まあ、それが良くないパターン、最悪のパターンなわけですけども、ですので、まあ、そういうふうにリレー読みみたいな一人で読ませるときに引っかかった場合ですね、その言葉が分かんないんだな、意味が分かんないんだなと思ったときは先生がその意味を教えて語彙を少しでも、ね、増やしてあげるということが、ね、大事だというふうに、私も吉田先生から教わりました。ですので先ほど言った野口芳弘先生のような方法を使いつつ、その意味が分かってなさそうだなと思ったときは意味も教えるというふうに、まあ、そういうふうに子供が音読の時につまずいた場合ですね、指導の方針があるということを教師が知っておくことが非常に重要だと思うんですね。ちなみにですね、発達性ディスレクシアのお子さんは40人学級だと平均3人はクラスにいるということなんですね。ですので先生のクラスで音読が著しく苦手な子いるんじゃないでしょうか。まあ、そういう子は発達性ディスレクシアの可能性がありますのでね、まあそのような配慮が必要かなというふうに思いました。はい、というわけでね、今回の動画は以上になります。そして先日立ち上げました研究資料室、そして、教材ショップ、この2つ今キャンペーンをしていますので、ぜひ概要欄からご覧ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。